皆様ご機嫌よろしゅうございます。第72回サギーズアナライジングをお届けいたします。こちらの番組は毎回素敵なゲスト様をお迎えいたしまして、そのゲスト様のご活動はもちろんのこと、楽しい情報を皆様にお届けしてまいります。それでは早速本日のゲストをご紹介いたします。愛咲姫香さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、そしてこちらは当局代表ルイチェ・ジャボストンさんです。はい、お願いします。こちらの番組は、毎月第3金曜日、16時30分から、60分月1回配信を予定してございます。ご出演になってみられたい方はぜひ Facebook の方にお問い合わせいただけたらと思っております。それではですね、早速お話を進めてまいりたいと思います。はい、お願いします。お願いします。ゲスト様のねご紹介は私の方から先にさせていただきますが、姫香さん、姫香先生とお呼びしましょうかね。はい、姫香先生はですね、大阪を活動メインにされておられまして、今ちょっとプライベートのお話ですが、子供さんが3人いらっしゃる、はい、そしてなんとお孫さんが7名いらっしゃるということで、はい、ビッグファミリー、はい、ビッグファミリー、はい、でいらっしゃいます。で、お仕事の方ですけれども、ご経歴は前職は化粧品販売員の14年間を経て、エステサロンの経営を5年間されておられました。はいはい、で現在はですね、パーソナルカラーバス、失礼しました、パーソナルカラーアナリストを7年、はいはい、歴がございます。あと、はい、カラータイプインストラクターを6年、はい、そしてパーソナルスタイリストは4年、はい、ということで本当にファッションの専門家でございます。はい、そして、一般社団法人ハートカラー協会を、5月から運営ということを伺っております。はいはい、今申し上げましたように本当にファッションに専門、ね、なさっておられまして、 TPO に合わせて、パーソナルカラー診断やマナー、色彩心理診断、コミュニケーション、メイク、服のお買い物の動向、ブランディングなどね、いろいろお手伝いをされておられます。で、企業ニーズに合わせて集客プラン企画とかイベント開催の、ね、方も、ご協力されておられると伺っております。はい、大学や、大手百貨店、大手企業、ホテル、テレビ出演、ラジオなどもご実績がいらっしゃって、はい、ね、女性の自立支援ということで、先ほど申し上げました一般社団法人ハートカラー協会の代表理事として兼ねて頑張っておられるということでございます。はい、素晴らしい。よろしくお願いします。ルイさん、ファッションコーディネーターです。うん、はい、ね、今日もルイさんファッションが、ね、とっても素敵 で、はい、素敵で、今日はもうカラーも、ね、はい、トーンが一緒ですね。ちょっとね、テレビから皆さん、ね、視聴者の方分かりづらいかもしれないです。ルイさんは薄い紫ですね。なんというの、パープルですね。パープルなのかな。はい、うんうん、そうそうそうなんですよ。でね、姫香先生も割と深めなお色で、はい、パープルですよね。はい、はい、私ネクタイもワインワインカラーですよね。ね、はい、うん、素敵、赤ワインが大好きで。そうなんですね。じゃあ姫香先生、改めて皆様にですね、はい、ご挨拶をお願いします。はい、はい、はじめまして、印象アップの専門家、姫香と言います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ね、そこまで。はい、あ、もっと長くですか。ちょっとね、お仕事の話をね、はい、じゃあ、はい、先ほど申し上げましたが、はい、うん、現在のお仕事ね、はい、ちょっとお話しください。はい、うん、私からそのまま言わせて、ね、あ、じゃあパネルを見ながら見させていただきます。ルイさん、1枚目はい、ありがとうございます。はい、こちらちょっとプライベートなお写真ですけど、はい、そうですね、はい、私はこの仕事をするきっかけとなったのが、うん、はい、もともと私はね、エステサロン経営、化粧品販売をしながらエステサロン経営をしておりました。はい、でその頃に、全く自分に自信がなかったんですけれども、若い頃19歳で子供ができて、19歳、21歳、23歳で子供を産み終えて、なんとかね、家庭の生活をちゃんとしないとっていうところで、お化粧品販売をお仕事をしました。うん、でお化粧品販売をしながらエステサロン経営を携わらせてもらって、ちょっと頑張ってきてたんですけれども、実は体を壊してしまって、病気になってしまって、できなくなってしまったんですね。
で、人生は頑張るものだと頑張り続けて、ずっと頑張って頑張ってやり続けてたのにもかかわらずうまくいかなくなってしまって、もうこれからどうしていったらいいんだろうっていうふうに思った時に、もともとね私ね、生活不安なところで育った関係っていうところがあって、全く自分に自信がなかったんですね。その自信を隠すように、私全く黒しか着れなかったんですね、お洋服は、うん、いつも黒のお洋服で、アイラインも強めにして、うん、もうなんとか頑張らないといけないって、人生頑張ってなんぼやと思っていたので、そういう人生を送っていたんですよ。で、結局過労になってどうしようもなくなってしまった時に、ある出会いがあったんですね。それはどんな出会いかというと、お友達で、人生は頑張るものではなく楽しむものだよっていうことを教えてくれた方なんです。で、その子はバツにでありながら子供をシングルで育てながら、いつも周りに人がいて、いつも笑顔で楽しまれている人だったんですね。で、なんでこんなに楽しくやってるんやろ、私何なんだろうって、ここまで頑張って子供は可愛い、でも本当に毎日毎日疲れ果ててる、集客に販売にでもね育成にっていうところでずっと疲れ果てていて、なんかどうしていったらいいんだろうこの先って思った時に、その彼女から教えてもらったのが心理学だったんですね。で、心理学で勉強して、ちょっと自分の心を強くしたい、もっともっと笑顔になれる自分になりたいっていうふうに思って心理学を学び始めました。で、心理学をやった時に、もともと私はアイドルになりたかったんですね。アイドルになりたくてなりたくてしょうがなかったんですけれども、蹴られてしまったんですね。そんなあんたなんかなれるわけないやんかと何回も言われてしまって、あ、アイドルになりたいということは恥ずかしいこと言いなさなって言われてしまった時に、あ、アイドルになりたいって恥ずかしいことなんだ、これはじゃあ言えないと思って心に決めていました。で、そこが見つかって、今更子供3人いてアイドルなんかになれない、でも人前で教える仕事だったらなんかできるんじゃないか、でも私にはエステしかない、でエステしかないし化粧品販売しかない、じゃあ何だったらできるだろうっていうふうにずっと考えてた時に、私ねエステの仕事好きではなかったんです、実は今だから言うんですけども好きではなかったんですね。でもたった一つ好きなことがあって、それはメイクをしてた時なんです。メイクをしてる時にお客様がおられて、でこの A さんには A パレットは似合うけど B パレットは似合わない、でこれなんだろうかってずっと疑問に思ってたところ、パーソナルカラーという人には似合う色似合わない色があるっていうことを学んだんですね。は、面白い、私はこれの講師になろうと思って講師になることを決め、そして勉強し始めました。で、あ、これ本当に理論があって面白いって、面白かったんですけれども、いざパーソナルカラーを経て講師になろうと思った時に、先生から学んだ先生から、あなたはこれから講師になるんだから好きな色ではなくて似合う色を着なさいって言われた時にガーンとしたんですね。何がガーンとしたかというと、私は似合う色が好きではなかったんです。私はビタミンカラー、黄色とか黄緑とかサーモンピンクとか コーラルピンクですねとかが好きです。でも、好きじゃない、似合いますけれども好きな色は黒とかワイン、それこそワインレッドとか濃い紫しか興味がなかったんです、ね。で、そこにモヤモヤが起きて、どうしようって、好きな色を着ると、似合わないと言われる、あ、先生それが似合うんですかと言われる、でも私似合わないの着てますとは言えません、でも似合う色を着ると周りから褒められる、これどうしてこれからパーソナルカラーアナリストとして理論を教えていけるものの、どうやってやっていこうと思った時に色彩心理学っていうものに出会いました。で、これは何かというと、色には全て心があり、好きな色、嫌いな色、最近気になる色には必ず意味があるっていうことを学びました。その時にハッとしたんですね。私がもともと好きだって大好きだって黒しか羽織られなかった理由っていうことが分かって、それは私は心にモヤモヤをずっと抱えてたからなんですね。頑張ってしなければならない、人に弱みを見せたくないっていう自分だったからこそ黒しか着れなかった。でもそこを認めることによって、あ、どんな色でも人って似合っていくんだって、似合うは後なんだって分かったんですね。大事なことはマインド、やっぱり自分で自分のことをどう思ってるか、マインドが一番大事っていうことが分かり、あ、これだったら好きなものも似合うものも一致化できるんではないか、両方一致化することこそが人の魅力を引き出すことではないんじゃないかと思い、もともとあとはファッション、おしゃれが子供の頃ね、私の頃は着せ替え人形がすごく流行ってたんですけど、その着せ替え人形が大好きだ
だったっていうところもあり、ファッションの学校に通ってパーソナルスタイリストとなって、そして今は印象アップとして、お客様のお洋服のコーディネートや、あとは業界の方でですね、どんな自己肯定感、もっともっと毎日を自分らしく楽しく過ごしていきたいっていう方のためのコーディネーターとしてお伝えしていくっていうところをやっております。はい、ありがとうございます、はい、一気にお話をくださいましたけどね、キャッチボールしながらね、そうですよね、いろいろお聞きしたかったというので、ありがとうございます、すみません喋りすぎて、本当にすみません、あのそうでしたよね、キャッチボールですね、ちょっとね、じゃあそのファッションのお写真をちょっとね、はい、あ、すみません、こちらですよね、プロフィール、活動の写真です。こういうふうに皆さんのねコーディネートを丁寧になさっておられるということと、もう1枚、はい、こちらがですね、ちょっと一例ですね、女性の方と男性の方のコーディネートを、ビフォーアフターね、ちょっと許しを得てお写真をね出させていただいてます。皆さん本当にね良くなってますよね、こちらよりこちらの方がねとっても良くなっておられますね。ルイさんは、はい、シルバーもゴールドも似合うと思うんですけれども、はい、ルイさんゴールドかな、お好きな、まあ、うん、そうだよね、でもそれもマインドね、フィーリングだよね、はい、フィーリング、その日とかその日、ね、そのオケーション、オケーションというか、はい、そのどんなイベントか、どんな、なるほどね、そう、TPO というかな、はい、でこのイベントだったら、まあ、例えば黄色か、なんかなんかフィーリングで感じて、はい、じゃあこういう服を着るとか、こういう選ぶとか、はい、ね、していくっていう感じだよね、はい、でももう一つは服だけではなくて、自分の例えばさっき言ったように、まあ、そういう心理学、はい、色彩心理学、自分に自信があったら、はい、どんな色でもなんか合うと思うのよ。そうです、そう、簡単に言えばね、はい、そう、なるほど、そう、そうそう、だから、あ、まず自分に自信を持って、うんうん、でそこからその上になんか自分の好きな色をつけてんで出かけるっていう一番ですかな。なかなかちょっとね、はい、日本人はって言ったらあれですけれども、うん、私もやっぱり例えばビジネスで、はい、こうネゴシエーションというか、うん、そういう時はもう本当に赤と か、うん、なんかちょっと割ともう自分が元気になる色、うん、そういうパッションの、はい、をちょっと着て自分のマインドをちょっと上げるとか、はい、なんか、ね、そういうふうに、自分で心がけたりしてるんですが、はい、どうですか。あ、でもそうですね、はい、やはりビジネスになってくると相手からどう見られたいかっていうところやっぱり必要になってくるので、やはりその経営者の会でしたらその時の自分が決断力があるように見られたいのか、それともフレンドリーに見られたいのかというところによって色を使いこなしていくと、そこはブランディングっていうところになるので、はい、そうですね、それはそうもね、僕も例えば例えば硬い雰囲気のミーティングだったらスーツで着ていくのね、そういう、そういう、例えば決断力があるとか、はい、もうまあ社長ですよっていう感じで伝える例も、はい、でももし例えばちょっと交流があるとかね、みんな中の、はい、ね、話し合ったりする場合だったら、はい、もうちょっと硬い雰囲気じゃなくてアプローチしやすいような服を選ぶのね、はい、そう、うん、デートの時はデートはフィーリングだよね、フィーリングだよね、その相手のどん、例えばそういうのもデートもすごく楽しいところもあるね、はい、相手はどんな色が好きなのかなとか、あ、そっか、多分ピンクが好きじゃないな、ピンクシャツとかで、ああいいですね相手には優しい、優しい、優しいですね、こういった本当に日本人も、はい、男性も学ぶべきです、はい、そうですよね、そういったことも、はい、アドバイスされる、あ、はい、そうですね、大体何の目的でお洋服を着られますかって、今回を同行いただいた、のはどうしてですかって、どういう風になりたいですかっていうイメージをまずお伝えしていただいてから、目的ですね、その目的に合わせた似合うものっていうところと好きなものっていうところを一致させて、こんなんが似合われますよ、こういう風にコーディネートしたらこう相手から見えますよっていうことをお伝えしておりますね。
やはりもう女性に対しての、はい、あの印象を上げるためが多い、はいはい、あそうですね、もうあの男性は8割ですね、8割モテたいが多いです、モテたい、はい、モテたいが多いですね、はい、やっぱり、ね、好かれたい、はい、好かれたいっていうところが多いですね、うん、ね、女性も女性の方なんか可愛い系とかっこいい系っていろいろあるんですね、はい、はい、あります、そのキャラクターによって服が変わってくるんじゃない、あそうですね、そうですね、もちろん変わります、なのでそれもあのどんなそのモテたいはモテたいでもどういう女性からモテたいのか、うん、可愛らしい系なのか、はい、それともクール系なのかっていうところでもやっぱりちょっと変わってくるので、うん、その場合も全然形がか、あの目の形とか全部変わる場合もメガネとか使わせてもらって、伊達メガネとか使って見せ方を完全変えてしまって、もうそういうことをしていきますね、うんうん、そうすると変えていけれるので、うんうんうん、こういうクールな女性はこういう男性の方が好きですよって大体あるじゃないですか、女性の中でも、うん、はい、それを女性ならではですね、それがあのお帽子は、あ男性ですか、もちろんです、うんうん、あの男性はねやはり帽子ってやっぱりハードル高いっていう風に思われる方が多いんですけど、す、ね、難しいっていう風に言われてるんですけど、うん、いや帽子をかぶられる方が特にブランディングですし、うん、モテたいんだったら帽子であったり、うん、ちょっと変わった形のネクタイであったり、あネクタイじゃない、あのメガネであったり、うん、はい、であったりされた方が絶対いいですよっていうところで、うん、最初は1回目からおっしゃって言ってかけられる方はいないですね、うん、あそうです、男性はそういうブランディング系に弱いんじゃないかな、そうです、弱いですね、かなりもうあの無難なものでって言われます無難は無難って書きますよ、いいですかって、無駄がないっていうの、いい意味で言うと無駄がない、オリジナリティがない、そうです、そうです、やはり社長さん、はい、社長さんで選ばれていかれたいんだったらブランディングする方が選ばれますよね、うん、だって覚えてもらえない、普通にスーツ着てるだけだったら、うんね、うん、私はもう誰僕の影見てたら絶対ジャジャとかみんな分かるもうベリベリマとっても有名ですね、いいですよねすぐ分かる、ね、すぐ分かる、もうトークえジャジャじゃないじゃん、そうすぐ分かるいいですね、それはいいかどうかわからない、たまにそうですね、たまにえしかいいところもある、悪いことできないですね、そうそうそれもあるもんね、いつも綺麗な女性と歩いてる、そんなことない、そうだと思いますそうなんですね、じゃあ憧れるんですよね多分 ね、うん、そうね、日本の男性、そうですね、本当はね、うん、憧れられるんですけど、やっぱり怖いというよりもどういうふうに来ていいかもわからないですし、うん、やっぱりこうみんなと一緒落ち着く日本人というのはいうところにありますね、そういうところはどういうふうに脱線すればいい、だってみんなもう例えば TikTok とか SNS、ね、はい、プラットフォームでいろんな動画見てたら、はい、みんな自分の個性を出していってるじゃない、はい、もう恥ずかしがらずに、はい、もう韓国、中国、台湾までもみんなバーって出したりするけど、はい、日本だけはもう一部やってるのよ、はい、でも大体控えめになってるっていうところが結構多いだよね、はい、多いですね、その考え方、女性はちょっとまあ、はい、足を踏み出してるんじゃないかな、はい、男性は全然だよね、そうですね、そうですね、まだまだやっぱり、レイフリー多分したいと思うんだけどもやり方が分かんない、はい、あまず それは一番多いですね、うん、やり方が分からないっていうことが一番やっぱり言われます、あのマネキンの見ても自分にどう似合うかどうかも分からないと、うん、自分は足が太いしとか、うん、お腹が出てるしとか、ね、一応あの目的があってもこれ今度交流会に来ていこうって思ってもこれ来て笑われへんかどうかとか、あ、うん、あ周りに気にしすぎ、周りを気にしすぎな方がすごく多いような気がしますね、うん、ねえ、どうですかね、ルイさんは、はい、うん、本当にあのどういうのかな、否定しないんですよね、はいはい、いつも褒めることは多くても、うん、その人のファッションとか、はい、あのボディを、はい、うん、あまり否定しない、うん、そうだね、だって例えば太っても、はい、痩せてても、はい、自分のスタイル合わせるスタイルがあったら、はい、綺麗に見えるのよ、うんうんうん、海外のいろんな例えばモデルさんの中でもすごくぽっちゃりしてるモデルさんもいるし、そういうとかね、モデルさんももう年取ったモデルさんも、うん、みんな自信を持ってだんだん歩いてるから、うん、だから自分の欠点ばっかり集中したら良くないとか、うん、誰でも完璧ではないしね、うんうん、誰でも自分の欠点もあるし、うん、自分の前のプロセスに変えればいいじゃない、
そうしたいところですけどね。そうですね。怖いんですよね。やっぱりこう嫌なことを言われるのがね。はい、だからね。気にしすぎだね。うん、そうですね。あの文化の中かな。文化ですね。文化のところはありますね。そうです、はい、だから書いて、レイフに書いていけるという。うん、そうですよね。気にしなくてもいいんだよとか、本当に、うんうん、それはブラッカーに出ることね、本当ですね、うん、私がそうでした。あ、そうなんです。私は本当にそう、10年前かな。そうです、うんうん、数年前、はい、本当に自分が嫌で、うん、はい、だけどチャンスいただいて、はい、こういうパーソナリティもうね、公開、全公開じゃないですか、はい、パブリックでステージでも司会もしたり、はい、っていうことでだいぶメンタルが、はい、うんうん、だいぶ変わった。もう同じね、うん、もうこっちから突っ込まれるもん最初はしたかったのね、はい、そうだったんですか。そうなんですよ、うんうん、だからやはりそういうチャンスがあると、なのでまあね、あの東方のイベントのダンディコレクションのような、はい、ああいうステージがあったり、うん、こういう場所があったりっていうところ、うん、チャレンジです、ね、はい、そうですね、チャレンジですね。一番最初、例えば翔子さんの場合は、はい、会った時にはすごくディープのパーティーだったでしょ、はい、神戸でね、あまり喋れなくて、はい、で僕はもう番組やってたんですよね、はい、で、父の番組も入ってこうね、ゲストで一回トライしてみないとか、はい、で、あ、最初はイエーイとか言って、うん、いや私だしね、うん、パーソナリティだから、はい、ね、やってみようと、うん、で、じゃあやってみるとか言って、うん、じゃあ自分はパーソナリティやってみるとか、うん、チャレンジしてみて、はい、だんだん春をね、はい、高めにして、はい、やってみる。でも、うん、1回目からすごく上手にできたのよ。ありがとうございます。そう、1回目からすごくもうちゃんとしたね、あれは7年前でした、うん、そうですね。もうあの質問もちゃんときちっとした、あのフォローの質問もすごく良かったし、ありがとうございます。できるのはできる、ただ自信がなかっただけなんですよね、うん、そうだから同じような感じでファッションもそうだと思うね、うん、自分がルックスがあって、あの癖があって、うん、でも公にね出す勇気がない、うん、自信がない、うん、誰かを後ろからパッと、うん、あなたかっこいいんだよとか、もう思ってるんだよとか、うんうん、後ろから押してるね、はい、人がいてたら、はい、バーッと、もうバーッと、ね、出れるんだよね、うんうん、同じコンセプトだよね、うん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 、なんでね、コーディネーさん、うん、コーディネーターさんがいると、うん、どういうような言葉を、どういうような言葉を あげるんですか、はい、あのお洋服を同行して差し上げた時、うんうん、着ていただいた時、ね、もちろん似合うものしかご提案しないですので、やっぱり絶対かっこよくなられるので、うんうん、あのだいたい出てこられる時に、うわお腹これ大丈夫ですかって、男性だったら絶対第一声にこれ大丈夫ですかって言われるんですよ。全然大丈夫です、うん、何が大丈夫なのかっていうところを、まあ、理論でお伝えさせていただいて、うんうんうん、はい、目線を上に持っていっているのでとか、うん、はい、っていう形で声をかけさせていただいても、絶対かっこいいですので、うん、かっこいいコーディネートしか、もちろんね、私がコーディネートして、うん、あの変なお洋服したら私の傷もうなんか、うん、大丈夫って周りに逆に言われると思うので、うん、あの大丈夫です、私にしてもらったって私のせいにしてくださいって、そうですね、はい、うん、言ってます、最初は、はい、それで、うん、もう絶対言ってもらって結構ですって、うんうん、もうあの間違いないのでって周りに聞いてみて、うん、これあのいいってスタイリストが言うねんけど、うん、ほんまにこれ大丈夫って言ってもらって全然か、うん、いいのでって、うんうん、買わなくてもいいですし、うん、買ってもらったらもっとかっこよく見えますし、うん、っていう形で、はい、自信をつけていただいてます、うん、でも絶対かっこいいので、そうだよね、はい、絶対かっこいいやつしか、先ほどの、ね、はい、方々もとっても素敵に変わられてるんで、うん、ね、そうね、うん、で、はい、そう思うね、うん、絶対必要なご存在ですよね、はい、ありがとうございます、ね、男性はなかなかメイクまではね、はい、そうですね、ですけど、はい、うん、洋服で十分チェンジできる、そうですね、ね、プラスというか、ね、比較することはやめることだよね、うんうんうん、あ、そうですね、うん、そうだよね、うんうん、比べてしまうからこそ、うん、切れないんですよ、ね、そうだよね、そうです、分からないっていうよりも比べてしまうんですよね、うん、いや、あの人なんか出てないやんとか、うん、あの人背高いやんとか、うん、男性だったら、そうそうそう、まあ、女性もあるじゃないよ、僕あの服を着るときに、うん、大概、あ、ジョジョさんはもう背が高い
背が高いから似合ってるとか、はい、いやそうじゃないんだよ、うん、と自分で思うのね、はい、同じ服あなたも着てたら、はい、同じようにねよく見えるんだよって、はい、ただ自信内面的な自信だけだと思うの、はい、そうです、そう、だから比較する癖をやめてたら、うん、多分その問題が半分ぐらい削れるんじゃないですか。そうですね、あとはあの洋服で気持ちは変わるので、色でも気持ちは変わるんですけど、やっぱり男性は特に洋服着たもので、はい、周りから褒められることで絶対変わるんです、ね、女性は逆にマインドから変えていかれた方が絶対自信がついてお洋服も変えていくことができるんですけども、男性はまず本当にあの自分に自信がない、そのお腹が出てとか背ちっちゃいからとか気になって無難な服着るぐらいやったらまず外見変えましょうって、まずあのさせてくださいって、そして納得いったら分かっていただけると思います。絶対かっこいいので、はい、絶対かっこいい。そっからやっぱり目が変わってきますし、はい、自信があるように見られていきますし、そうだよね、で、どうしたらいいやんかって絶対周りは言ってくださるので、まあいいことを、ね、周りがいいことを言ってくれる場合もあるし、そう、絶対ネガティブな方に言って、なんでそんな若い格好してるの、はい、っていうのはあり、あ、そうですね、それもね無視すればいいんです。そうです、もう無視するしかないです。あの、ね、それを聞くってことは自分が自分に否定してるからなんですね。それはあんまりにもそんな格好って言われるってことは自分が、あ、言われるやろうなとか、自分が自分のマインドがもうまずそっちに行ってるので、マイナスになってるので、それをまずやめていただかないと、ね、はい、あの絶対これをもう頼んだんだからこそ、お金出して頼んだからこそ絶対いいって言ってもらえるような格好やねんから、一回外に出よって言ってもらって出てもらうと、その通り、その通り、それは絶対いいと思う。大概ね、なんか周りに気にしすぎて、100人がね、99人が褒められて、でその一人だけがね、必要な言葉とかね、なんか嫌い、あの、それずっと気になるっていうタイプで、そうですね、そうですね、なりますよね、どうしてもね。じゃあその99人のね褒め言葉どこに行っちゃったのみたいな、でしょ。それをね、やめることだよね。そうですね、本当にそこは変えないといけないけど、ずっとテーマですよね。あとね、やっぱりあのルイさんもあの本当に姿勢がいい。はい、そうですね、あの、あんまりね、こう前かがみ、自信がないと前かがみ歩いてても、歩いてても、私そうだった、胸大きかったり、自信が顔ないのでもうずっとこうして、なんで、でもやっぱりいつもルイさん姿勢がいい、あ、そうなの、僕も自然でやってるから、たまにしすぎたらお腹出すぎちゃうかもしれない。そう、やっぱりそこも変わってくるんじゃないですか。そうですね、変わってきます ね。やっぱりね、あの動作でもやっぱり変わってきますよね。下がやっぱりその翔子さんがおっしゃったように下向いてばっかりいると、やっぱりどんどん自信なくなってくるので、ああどうしよう、あ、どうしよう、やばいって思うときに、ああどうしよう、やばいってやるとなんか晴れてくるんです。どうしたら良くなるかなっていう方に考えれるんですけど、下向いて、ああどうしようって言ったらだんだん暗い方向に行くので、まず行動を変えてくださいって、いつも私も行動から変えたところ、自分に自信なかったので行動から変えたんですね。はい、ここから変えると、もうできるだけ上を向く、はぁってなるんだったら上を向いてはぁってやると、あ、よし、どうしようっていう風な感じで、プラスにどうしようって考えれるので、その翔子さんがおっしゃる通りですよ ね、やっぱりそういうところもちょっと変わってくるかなと、そうですね、思いました。僕もあの仕事してた時に、いろんな会、ね、ダンスの会社よりよくお辞儀とかするでしょ、でずっとこのお辞儀する姿勢に慣れてしまうんだよね。そうで、パッとなる時が少ないから、はい、それもありますね。そうだね、こういうこう座る姿勢がね、あまりないから、ちょっと生意気になるから、またこうなってしまう。それももう癖だよね。そうですね、直せないといけない癖だよね。そうですね、確かに確かに。日本はそういうところが、そうですね、どうしてもあるかもしれない。そうですね、すみませんよりありがとうがいいですよね。あ、そうか、ね、あと日本人みんな謝る、なんで謝るんだろうって、こうね、レジでお金渡す時も、すみません、あれ、でもすみませんっておかしいことですよねって、ありがとうございますって言われたら、プレゼントもらってもすみません、そう、すみません、なんでみたいな、すみませんじゃなくてありがとうございますの方が絶対いいなと思って、はい、できるだけありがとうございますっていうふうに言葉に変えると、相手も絶対喜んでいただけるので、ハッピーなワードなんですよ ね。ハッピーなワードですよね。ありがとう、ありがとう、そうですよね、はい、そういうことも大事ですよね。ファッションだけじゃなく、
言葉もね。そうですね。ねえ、うん、でちょっと後半戦なんですけれども、はい、こういうそういったファッションのお仕事をされる中、はい、社団法人ね、はい、ハートカラー協会のお話も伺いたいですし、はい、あとそれから、お子様子供様へのね、はい、ちょっとこれからご活動、はい、ということでちょっとそのあたりのところも伺いたいんです。はい、はいはい、じゃあまず協会さんの方もうちょっとお話、はいいただきます。あ、はい、教会はですね、コロナで全く仕事がなくなってしまったんですね。その頃に私のお仕事って、うん、親を服お買い物同行だったので お買い物同行だったりイベントでパーソナルカラーを見るっていうことが多い仕事だったので、これからどういうふうにしていこうかなっていうふうに思ってた時に生徒さんの方から声がかかって、色彩心理っていう講座を教えていたんですね。人は心は、色を塗ることで自分の心を正していってマインドを上げていって、そして毎日を自分らしく楽しく生きるための法則っていうこととかを教えていく色彩心理っていうものを教えてました。それを学んでいただくとカラーセッションができるようになるっていうことを目的に教えてたんですけれども、声かかってずっとそれまでやっていきたいなと思ってたことが女性の自立支援、うん、私ももともとマインドがすごく自信が全くなかったので、たくさんの自信ができる女性を作りたいっていうところがあって、で彼女の方からこれをもしよかったら講座にしませんかって言ってもらったんです。私も教えれるようになりたいですって、うん、セッションだけだとやっぱり難しすぎる、うんうん、このカードを取ったけど、うん、このカードどんな風に解説していいかがわからない色のカードがっていう風に言われた時に、うわ、それは私もやってみたかったことだから一緒にやってもらえるならやりたい。私はとてもじゃないけども文章を書くだとか、あと言葉で伝えることは結構好きなんですけれども、文章で伝えることがすごく苦手、パソコンも苦手、何もできるところが得意なことがやっぱり特化しすぎていてなさすぎるっていうところで、で実は、彼女の言葉がおかげで教科書を作ることができて、はい、その教科書をもとにじゃあどんなことができるのって言った時にシナリオカラーってあるんですね。そのシナリオって何かって言ったら自分が人生5歳の時にこんなことあったな、10歳の時にこんなことがあったなっていういいも悪いもグラフにして書いていただいて、そこに色を塗っていただきます。色です。でそれをやっていくと自分がもともと何で何につまずいていてて、なんで、これではテンションが上がっていうことが分かるんですね、色によって。で色の価値観を分かることによって自分を認め許し肯定すると新しい自分に会えていってどんどんなりたい自分になっていくことができるんですね。でそれをそういう講座を作ったので、そういう講座を作ったのと、それを学んでくれて上のコースまで行ってくださったことは方はその講座を教えれるっていうことをできるようにするような段階まで作ることによって女性の自立ができるんではないかっていうことを思い立ち上げさせていただきました。なるほどなるほど、うん、今どれぐらい生徒さんという、まだね全然ですよ、まだ3ヶ月で、ホームページもまだ実はできていなくて。 そうでしたね、そうなんですよ。まだそうですね、1,2,3,4,5理事が2人いるので今5人です、実質、うん、5人しかいないんですけど、これからホームページを作って、そちら側の、教会をしながら、私は実は講演家として、特に、自信をつける女性を作っていきたいということで、うん、市とかあと幼稚園とか小学校のお母さんに向けて講演をしていきたいなっていうふうに思ってます、うん、講演することによってやっぱり人って誰と出会うかと誰と一緒にいるかによって変わるので、うん、こんな私でも今こうやって好きを仕事にすることができている、今が一番幸せって思える生き方ができているということを伝えていくことによって彼女たちに伝わっていく、彼女たちの教会が盛り上がってくれたらどんどん嬉しいことになるなっていうふうに思っていてて、でそれをやったあとそれをやりながら一番これから、でこれは完全使命です、私の使命なんですけども、施設で育った虐待された子どもたちの助けサポートをしていくことが私のこれからの使命だと思ってます。それはとんでもないです。18歳から特に20歳までの子、16歳から20歳までの子たちのやっぱり虐待された子どもたちの支援をしていくことっていうのがやっていきたいことですね。やっぱり、彼女たちってやっぱり心を閉ざしている子、やっぱり虐待された子って虐待されてしまうように自分がしたようにしかできないので虐待してしまうか、あとは DV な男性を作ってしまうか、あとは自分の体を売ってしまうか、この3つにやっぱりなりやすいっていうふうに言われてまして、なので
何かできることないかってお話をその子たちにさせてもらう、メイクをさせてもらったり、何かお話をさせてもらうことによって、ちょっとでも、あ、こういう人も、そうです、こういう人もいるんだって、だったら私もなんかちょっとやってみようかなって、あなたはあなたのままでいいんだよ、大丈夫だからっていうことを伝えていきたい。やっぱり人は愛情で絶対救われると思うので、はい、その愛があれば絶対うまくいくと思っているので、それをやっていきたいというふうに思っています。なるほど、すごい、すごいですね。すごくないです。いや、でもやっぱりこういう夢を叶うのはすごく楽しみなんです。こういうビジョンをね、もう本当に みんな考えないといけないことですね。はい、はい、そうですね。あの、それでやっぱりそういうリーダーの方をね、あの、はい、まあ、先頭に私たちも、はい、あの、協力できることはどんどん、はい、あの、仕事をしながらね、はい、あの、やっていくということを、意識を持つということ、はい、大事ですよね。はい、いや、本当に。でも経験はないものの、やはりまあそういう子どもさんに自分なかなか目線を合わすことは難しいですけれども、はいはい、何かできることを、はい、あの、アドバイスいただいたら、はい、できる、みんなできるようになるかもしれない、はい、はい、そうですね、はい、やっぱりね、あの、ね、私もやれることってすごい少ないですので、でも、あの、やっぱり特化してできることってみんなやっぱり使命があって、幸せになるために私たちって生まれてきていて、神様ね、神様であったりご先祖様であったり見守りがある中で生まれてきているので、素晴らしい考えだね。いえ、だから辛かった人生だからこそ絶対これは伝えるっていうふうに決めていて、はい、もうたくさんの人に伝えてほしいんだよね。そうですね、特に日本の中ではもうそういう子どもの虐待とか、はい、あの、いじめとか、はい、で、自殺とかすごく高いでしょ。多いです、めちゃくちゃ多いです、本当に自殺がね、ナンバーワン。そうなんですよ、そうなんですよ。ということはさっき言ったように、愛、どっかに愛が足りないというところがあると。そうです、子どもたちと愛が足りないというのは一つだし、で、あの、どういうふうに未来を明るく見えるかという教えも足りない、はい、だからそれ やるとすることはもう全てそれを含まれてるから、はい、本当にたくさんの子どもたちに届いてほしいね、嬉しいです、そうやって言っていただいて。そう、本当に音楽もね、とってもいい効果が出そうですよね、本当に、あの、ね、私あんまりレゲエ聞かないですけれど、知らないんですけど、はい、心地いいですよね、はい、あの、知らないなりに聞いてみる、そうですよね、はい、まあ、体を動かしたくなります。そうだよね、はい、まあ、音楽はね、なんかもう、もう共通の言葉で、あの、国境関係なくね、国境を越えずに、あの、もうみんな統一できるような道具というかな、ツールだから、だから音楽はすごく力があるんだよね、こちらから言うと。でもその素晴らしい道具があって、誰が、ね、みんなに、ね、届くかによって何か変わってくるんだけどね、だからもうこういうさっき言ったような感じでと一緒で、はい、あの、どういうふうにみんなにつながって、今、あの、エンピアって、はい、作って、で、そこからいろんなプロジェクトが取り組んでいくっていう、どのスタッフと一緒に取り組んでいくかとか、どういうようなアウトレットで、みんなに配信とか送信していくかっていう、そういうだんだん大きくなっていくから、ぜひ頑張ってほしいね。はい、頑張ります。素晴らしい。なぜかね、そういうすごく熱くなってるっていうのは、熱く語ってるでしょ。はい、僕小さい時から、はい、ね、あの、僕はあのハーフなんだけど、ジャマイカとガーナ、はい、ハーフでね、はい、だから、まあ、親がそこそこは、ね、あの、そんな、貧乏ではなかったので、ね、はい、で、いい学校にも行かされたし、はい、でも周りにもそんなに恵まれてない子供たちも見えてきたから、はい、で、学校行った時に、そういう恵まれてない家から来てる学生たちと一緒に遊んでたんですよ、はい、その中にはもうすごい賢い男もたくさんいる、そんなに私はもう全部教科書持ってるんだけど、でも、この人はそんなに全部教科書持ってないのに、すごい記憶力が多いな、すごいなと思ったり、だからもう、そういう人たちはもっとね、いい演技をしてあげたら、確かに素晴らしい人間たちになれると思う。その国の世界の宝物ですよね。ハイスペックな方ね。だからそれはもう、
環境と問わずに、うん、日本でもいくらもう普通の家庭で生まれた子供に対しても、うんうん、もう親から愛情が足りなかった子供に対しても、うんうんうん、あのそういうね復帰できっていうかあの乗り越えるような方法が絶対あると思うのね、うんうん、いろんなものいいものを提供してあげたら、うんうんうん、そうでその人たちはもうより大人になった時により子供そういう同じような状況にいる子供たちの心が分かるのよ、うんうん、そう、うん、なんかしてあげたいっていう気持ちが湧いてくるし、うんうん、そういうつながっていけるから、うん、すごくいいことやってるなと思って、うんうんもっとだから学校が増えたりして、はいあのうんねうん、日本があの、はい、国が作る学校だけじゃなく、はい、もっと、うんそうね、3年学校、うんうん、いろんな種類のたくさんの学校、うん、オンラインでもいいしね、施設は高いんだったらもう、うん、オンラインでも、うん、みんな家、ね、なんかどっかでパソコンとか携帯さえであれば、うん、メッセージが届くし、はい、それやればいいかなと。はい、ブラックアンスクール、はい、いいですね、ブラックアンスクールデジタルがもう分からないデジタル難しいですね。配信配信でも配信って番組あればいいやん。そうですね。でいい。そういうの番組で機械本当にダメです。機械がダメです。機械は喋る喋るは上手です。喋るだけで喋るしかできないです。もう本当に喋る。機械は私が今回もで。機械は私がするから。どんだけご迷惑をおかけしたか。文章台本が。そう。でも番組作ればいいと思うね。ね、あの秀香先生のね。そう。メソッドをね、うん、配信していくというのはそれはまた社会貢献でいいと思う。社会貢献みんなに届くと思うよ。ねえ、いやいや響き方多い。でも素晴らしい、うん、ビジョンだと思う。うんうん、ね、先日あのね、ブラックアンテレビの系列の BKTV の、うん、あのライブショー、はい、もう本当に最後ね、ビアーザワールドね、盛り上がりましたね。みんな全員で歌って、あのお客さんも全員で歌ってっていうのが。ああよかったみんなアーティストかも来てくれてる感じね、あのお客さんたちもみんなもう一斉に、はい、もうみんなで100人ぐらいかな、ウェアのファミリーうわーすごい一瞬でファミリーになったっていう感じのもうすごいですね、うん、変えがたい体験なのでぜひねあのそういう子供さんも含め、はい、いろんな方々もそのね、はい、あの言葉では伝わらない一緒にあの空気の中で、はいはいそういうふうな活動過ごすとかっていう効果的だと、はい、そうですね、改めて思ったんですけれどもね、うんうんうん、ではですね先生、はい、あの姫香先生あの今後の活動なんですけれども、はいあのまあ、今までねすごくいろいろお聞きしたんですが、はい、具体的に、はいうん、あのどんなことを取り組みたいか、はいはいはい、これからの活動はですねあの先ほども少しだけ申し上げたんですけれども、はい講演家として特に、小学校幼稚園そして市ですねの、特にお母さん向け女性の、心を支えていくっていう講演、愛の連射術っていうような、そういう講演をしていきたいなっていうふうに思っています。はい、講演活動をしていくメインに講演活動していくっていうことを活動としてやっていこうと思っています、うんうん、そのことにより業界っていうところは盛り上がっていくと思うので、はいはい、それをやっていくっていうことをやっていこうと思っています、うんうんうん、なるほどなるほど。そういったご案内はどのようにされていくんですか。はい、これからはですね、まだホームページがしっかり出来上がっていませんのでホームページがしっかり出来上がりあとパンフレットですねパンフレットも、もうすぐつくので、出来上がってくるのでまず身近な方に小学校や幼稚園に通われているお父さんお母さんで役員されてる方ってたくさんいらっしゃるので、うん、ホームやっておられる方いらっしゃるのでそこに先生に、持って行ってもらえるような話させてもらえないかっていうことだけ一言だけつないでいただいて OK もらったところにまずは行かせていただく。まず大阪を拠点にいろんな、はい、学校や幼稚園に行かせていただいて、うん、そこでいろんなお母さんでお話しさせていただこうって講演活動をさせていただこうっていうのをまず思っています。うんうんうん、小学校のね、はい、あのお母様、はいそうですね、まだまだお若いですもんね。そうですね、そうですね、特に、はい、特にやっぱり30代、今子育て中のお母さんを元気にしたいっていうところがあってやっぱりお母さんが元気であれば、うん、そうですよね、子どもたちも、旦那様もハッピーになれるんですよ、ね、うん、だからごめんねっていうお母さんではなくてありがとうって言えるお母さんを増やしていくって思ってます、うん、なんか保育園もお迎え遅くなってごめんねってごめんねって言うと子どもってなんかこんだけ僕やったのにとか、うん、なんで
で僕のあれしてくれないのとかって思いがちなんですけど、はい、お母さんあなたがこうやって6時まで遊んでくれたから今日お母さん何時まで行けたんだよってありがとうって言ってもらえて子供嬉しいじゃないですか役に立てたってお母さんの役に立てた確かにみんなやっぱり役に立ちたいじゃないですか役に立ちたいって思ってるじゃないですか生きてね生きている以上やっぱりパパの役に立ちたいとか奥さんの役に立ちたいとかねみんなそういうふうに思っているのでやっぱありがとうと言われる関係性を作っていくっていうところで自分に小さな丸をつけること特にここを主体としてはいお話をしていきたいなっていうふうに思っています。あ今ちょっと何かうん私納得しました。本当ですか？そうかごめんなさいって、はい、ごめんねごめんねって言わない方がいいんですよね。そうですねごめんねってごめんねって下げちゃうじゃないですか、うん、本当に悪いことした時はごめんねだと思うんですけど、うん、でも重く遅くなったことが悪いことではなくって、うん、でもそのおかげで何が起こったかってマイナスって悪いわけじゃないじゃないか、うん、でもそのおかげで何が起こったかっていうとお母さん楽しかったそれでいいじゃないですか。であなたたちも、お母さん寂しいな遅いななんで僕のとこまでなんかなと思ってても来てくれて、うん、お母さんがありがとうってえ何がっていう感じで嬉しいじゃないですか、ね、ごめんねって言われたらなんか、うん、頑張ったよ僕みたいな感じ。あそうか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 、なるほどね、うん、あそうか深いな。そうですねやっぱりその謝られたらどうしてもこちらが、はいはい、うん、迷惑かけられたから、はい、うん、ちょっと態度が大きくなったりそうなんですよするかもしれません。そうなんですよ、うん、そうなんですよ、うん、ではなくってありがとうございますって言われる方が自分も嬉しいじゃないですか、うん、すみませんすみませんよりもいやありがとうございます、うん、助かりました。習慣ですね。そうです、うん、私もやっぱり言ってしまうんですけど私も言ってしまうんですけど、うん、その後あでもよく考えたら本当にありがとうよねっていう風に、うんうん、言葉一つ一つを大切に取っていくことでやっぱり絶対人生変わっていくんだろうなってやっぱり周りに環境も変わりますよね、はい、だからビジネスのサービスもそうなんです。すぐすいませんなんです、はいはい、だけどルイさんと、ね、一緒に過ごさせていただいて、はいはい、そこがもしかして間違えてるかもと思ったりする時があります。あまりにも何度もすいませんすいませんって、はい、まあ、お客様は大事なんですけれども、はい、あまりそれを言いすぎるのは良くないかもしれない、はい、そうですよね。待っていただいてありがとうございますの方が嬉しいですもん ね待っていただいてすいませんって言われるよりも、うん、ありがとうございますの方がなんかこう言葉も上がりますし、ね、トーンが上がるっていうところもやっぱりあります、ね、その私どっちかというとプリーズとかが多いかもしれないけど、はい、あ素晴らしいです。そのレッツの方が多いみんなでこう頑張ろうみたいな。そうかプリーズってそのね、はいはい、お願い申し上げる。ああ、はい、あそういうこっちのプリーズそうだよね、はい、たまにねメッセージでも交わしてるときにねそういうのはニュアンスが出てくるもんね、はい、そうなんですよ。そういうとこも多分外国人だから、はい、切り替えができるんだよね。僕も日本の会社に勤めたんですよ、ね、はい、4、5年間ぐらい、はい、だからその敬語とかそういうねみんなと同じような考えをね沿っていかないといけないっていうのもそういう習慣も味わってね、はい、まあ感じてきたから、うん、これはダメだなっていう、はい、自分の意見は言えないし、うん、言ったらもう戦えるし、はい、それは良くないっていうそこから脱出したっていうか、うん、まあ、自分ね、うん、言い方も出してから自分の会社やり始めて、うん、言い方もだんだん変わってきたので、ね、うん、この人に対してはもうこういうような喋り方とか、うん、こういうの対象の対象、うん、そうすることによってすごくスムーズにいったという、ね、うん、会社に行った時にはうちに、うん、すいませんとか言わなくてもいいとかもう言わないといけないという、うん、はい、逆に壁ぶつかったりしてしまう場合もあるし、一人になった時にもう独立した時に、うん、あ別にすみませんとか言わなくても、うん、フランクな感じで喋ってたらの方がスムーズにいけたっていう、うん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 、そうだから言葉は臨機応変というか場合によって変わっていくっていう感じだね。私もビジネスマナーを学んで、はい、講師のね、はい、ポジションもちょっとだけ、はい、でビジネスマナーですかね、はい、マナー、コミュニケーションですね、はい、やっぱり日本のマナーって、はい、いいところと悪いところがあると改めて思うんですね、はいはい、そうですね、こういう
ルイさんの話をお聞きしたり、はい、料理してるとね、はい、あまりにも丁寧すぎるのも、うんうん、まあ、日本ではね丁寧すぎるのはいいかもしれないけど、海外では丁寧すぎたら、うん、いつもいいとかは限らないんだよね、うんうん、丁寧しすぎて、はい、もう裁判かけられやすくなるっていうところがある。弱いっていう立場に見えてしまう、うん、ですね、テイクアドバンテージを要するにもう利用しようと、うん、利用される可能性が高くなる、はい、そう特に、うん、まあ、こういうところはもう、まあ、できませんとか、ノーとか、うん、はっきり言わないと、うん、後で揉めるし、うん、で、自分を丁寧にしすぎたら、その丁寧のものを出してることに対する訴えられるっていうところがあるし、で、考え方が違うからね。愛なんですけど、うん、ラブなんですけど、うん、それをなんかこうね、うん、弱いと取られるのはすごく辛いですよね。うんうんうん、お客様への愛、誠意、真心なのに、うん、弱いというふうにね、うん、取られるのはちょっと、その国の考え方だよね。そうですね。国の風習だよね。うん、日本の丁寧さはすごくいいよ、うん、日本国内中でね、うんうん、まあ、場所によっても違うんだけども、うん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 、そのまま海外に持っていくと良くないところが結構、うん、もうこれからね、日本はどんどんいろんな国の人が入ってきますし、うん、住みますし、うん、なのでやっぱりちょっと変わらないといけないところがあります、うんうんうん、そうですね、うん、でもね、コミュニケーションのインストラクターだから、うん、英語とかはどう？英語ができないです。英語できないです。じゃあね、はい、英語を一緒に勉強しましょう。はい、教えてください。教えてください。 ABCD からやってください。パスワゴもパスワゴもね、ジャマイカ語、はい、ジャマイカ語も昔は英語は教えてたのよ。あ、そうなんですか。うん、パスワゴもね、はい、うん、今はそんな時間が少ないから、うんうん、でも英語勉強してるのはすごくいいと思う。あ、本当ですか。うん、絶対もう英語喋るようになったら、はい、世界のいろんな違う次元が見えてくる。へ、考え方の違いとか、はい、文化の違いとか見えてくるのよ。へ、気づいてくるのは、あ、すごくもう狭い範囲で日本の中に住んでたなと気づくもんね。へ、今多分気づかないと思うよね。うん、英語分かるようになってたら、ね、あ、うん、まあ、世間が広がるから、はい、だからすごいたくさんの意見がありましたねって気づくから、うんうんうん、はい、この日本の中の小さい意見だけではなくて、そうですよね、うん、そうですよねって言いながらなんで、はい、ね、ちょっと甘えてますけどね、日本でね。やっぱりちょっとそういうのはチャレンジ、またしないと。そうですね、チャレンジですね。はい、ありがとうございます。少しずつでもヒアリングしたりと頑張りたいと思いますね。はい、では皆様にもうね、1分2分前になりましたが、何かメッセージがございましたらどうぞ。いきなりですか。いきなりですか。もう何もないですよ。十分お話しになられました。はい、十分、はい、話しましたので、はい、ありがとうございます。いやいや、本当にね、本日はファッションのね、はい、コーディネートから、あと子供へのお子供さんとや、はい、お母様への教育の話まで、はい、たっぷりいただきましたけれども、はい、まだまだね、話し足りない部分もあったかと思います。はい、また次回もね、ゲストで出ていただけたら、はい、もしくは番組をお越しいただけるとなお嬉しく思っております。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。本日ですね、72回目のゲストは、朝木姫香様でございました。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧ください。